どうも、横須賀生活です。どうも。ガレージキャンプ第9弾。本日より、ガレージキャンプは、ガレージキャンプ&ハイクへと、リニューアルいたします。イェーイ。その名の通り、キャンプと登山、その両方を極めていこうと、進化的リニューアルでございます。はい。はい。そして、リニューアル第1弾として、選びましたのが、登山客数、日本一の高尾山でございます。はい。そんなわけで今日は高尾山登頂を目指して、頑張りたいと思います。イエーイ。はい、高尾山到着しました。はい、朝の今8時前ですか、うん、結構人います。そうだね、賑わっております。はい、今日はこんな、装備でやってまいりました。はい、ユニクロのドライスーツ、ドライTシャツでなんかグンゼ YG のインナー、うん、で、大和道のズボン、はい、はいはい、パンツ、サロモン、じゃあオンの靴と、はい、はい、ところで、はい、リュックですね、うん、トレイルバムのビッグタートル、はい、ビッグタートルで、グラナイトギアのボトルホルスターを一応持ってきてつけてます。いや、初めてやるね。はい、一応中は着替えとか、うん、あとウルトラライトオールウェザーフーディー、はい、雨具ですね、そんなの入れておりまして、最後にこっちにね、チッパーと座布団です。ああ、はい、こんな感じで、ウルトラライトで、はい、多分合計数、あとそうだね、お茶を入れてるんで、まあ2キロぐらいかな。そうだね、全体で、はい、そんなもんのウルトラライトでやっております。はい、はい、じゃあそんな感じで、まずは1号路ですか。はい、1号路で登って、はい、登って、予定では6号路で降りてくる、はい、ってことにしておきましょう。はい、はい、じゃあ出発。まだまだ、町ですね。そうですね、まだ駅近くなんで、ここ確か足湯のカフェとかで、ほら足湯ありますみたいな。もう10年ぐらい前に一回ね、来ましたから、うん、会社の先輩らと。高尾山のいいところ、こうやって食べるとこがいろいろあるから。まあまあね、ちゃんと栄えてはいるわけで。登山だけど観光気分ですよ。1号路から6号路まであるんだっけ。そうだね、で1号路がこう綺麗に舗装されてて、お店もいっぱいある、まあ、いわゆる一番人気の、うん、登りやすいベーシックなやつってことだね。で帰りに行こうとしてる6号路は結構こう森の中を歩く雰囲気で、若干こう川っぽいところを渡ったりするような自然豊かなコースだと言って本当はね、6号路で登りたかったけど、最後に鬼の階段があるというのにひよっちゃったね。でも、まあ、まずはちょっと私は初めて来るから1号路の雰囲気見てみたかったんで、いいでしょう。え、サロモンなの？あ、あれが？ほんまや、サロモン。すげー。私と同じ。お前は、それじゃん、サロモンじゃん。さあさあ、分かれ道ですが、まあ左だろう。そうだね、サロモン。あら、高尾山のケーブルカーのとこだね。なるほど。はい、高尾山ケーブルカーエコーリフト乗り場に来ました。すごい、左に行けというね、こう思いが募っていきますが、それではダメなんでしょう。はい、清滝駅を後にいたしまして、いよいよ登山道の方に入っていきます。あ、北島三郎か。北島三郎の像がありますね。頑張って行きたくなるじゃないか。頑張って行きたくなる。こっちで道が分かれておりまして、
6号路行くとこっちの方の山をわっと登っていくことになるわけです。6号路への道も入ってきます。あれ、ほんまや、こっち側だったのか。なるほど、間違えておりましたので引き返しております。ではなくて、さあ、おそらくこっちだろうと思われる方向へとやってまいりました。1号路だね、オッケー。こちらが1号路でございます。いきなり急登じゃないですか。こんなもんを急登と言っちゃいけんのじゃないですか。あ、そうだ。さあさあ、あんまり焦らずね、ゆっくりと歩いていきましょう。パパは水かけて取っていくと体力消耗しないと。おい、来ました、登山道、入ります。はい、入りました。もう登山道です。すごい綺麗だね。全然緑あふれている。涼しいね。涼しい。緑の匂いがする。気持ちいい。さあさあ、向かっていきましょう。川ですよ。川を見ながら一休みできるスポット。まだ早いよね。いや、緑が綺麗ですな。ねっこねっこ、すっげー立派。わしねっこみたいな。すでかい川に泊まられてたけど俺大丈夫かな。不動明王ですかね。じゃあ不動水道士。森の小さなハンター、マイマイかぶり、エサキオオサムシ、半妙しかし時には悲しすぎ。しかし時にはグシャーパーガーリー。そんな3連覇とある。グシャー。めっちゃ急だね。ここ踊り場みたいなところに出てきた。川でも見とくか。川です。セイシェルがあったら組んでもよかった。さすがに水量が少ない。雲がめっちゃいますよ。雲が、ドロー雲がめっちゃいる。ドロー雲か。めっちゃのど真ん中にズンって飛び下がった感じ。飛び下がってる。恐ろしい。さあさあ、第2給湯にでも行きましょうかね。さあ、また分かれ道にやってまいりました。コンピラ台周辺ということで、こっち行くとコンピラ台の展望台とか、こっちが1号路と。まあ1号路でしょう。1号路制覇をね、まずは目指していきたいと。息が切れました。さすがに、さすがに息が切れてきた。もうだってこんな風景ですもん。登ってきてる、登ってきてる。いいですね。まあ頑張ろう。かなりこう足首をギュッと曲げながら歩く感じだよね。ねえ。15度ぐらいですかね。どうでしょう。体感としてはもう45度ぐらいあるけどね。よーし、よしよし、よーし。何それ。今でだいたい30分ちょっとぐらいですか、ね、そうですね。登り始めて、まだまだ行けますよ。はい、すっごいちっちゃいヘビが死んでます。わかるかな、これもうめちゃくちゃちっちゃい。足と比べるとこういうね、紐みたいな。ガイラインが死んでましたね。いいですね。なかなかいいイベントが起きました。よかったです。
構まあ足元は見えてへんねんけど華麗なステップ中央ケーブルカーとかの乗り場、うん、終点のとかリフトが今こいてますね、うん、になんとか到着、うん、まあおよそ半分でとこですか。そうやな、こっからちょっとずつ店とかも見えてくるだろうか。一応薬王院みたいな神社お寺もあるしって感じだよね。犬猫等の小動物を持ち込み禁止です。落ちるから。うわお、まさに半分なんだな。はい、じゃあ青山国有林、また建物が出てきました。もうこれは下と一緒でしょう。そうだね、こっちはケーブルカーか。なるほど、あっちがリフトで、こっちはケーブルカー、ケーブルカーでそれぞれなんだ。自販機もめっちゃあるし、やべえやべえ。おビジターセンターですか、あれが。ビアホール、ビアマウンテン。マジか、ビアホールあるんや。素晴らしいね、めっちゃ楽しそうじゃん。やべえ、行って。でも車で来ちゃったからダメだ。ビア飲めないね。飲めない。もう都会じゃん。すげえじゃん。横須賀より栄えてんじゃん。嘘ですよ。横須賀も都会です。崎陽軒あるしね。崎陽軒あるし。すげえ、スポドリだらけじゃん。すごーい。やばい、やってない。まだ。あれ、ほんまや。早かったかな。そうか、団子食べようと思ってたのに。なんか炭火の匂いがするね。いい匂い。マジか。最後団子食べれんのか。最後食べてね。お手洗いも出てきましたね。山の中にお手洗いあるの安心感ありますもん。水洗でしょ、しかも多分。うん、許すな。気軽に登りに来れますね。コインロッカーまであるでよ。何でもあるじゃん。誰に尽くせりやん。今年来る年やろ。どういう意味。遠くになりまして、車内にてお待ちください。うひょーうひょー何が見えたぜ何がうぃあれは何像かな。いい見晴らしですな。とはいえ、まだ頂上ではないからね。まだだ。ブナダンス赤ちゃん。だいたいこの辺のお店は10時にオープンだそうなので、1時間早く来てしまいました。結果何も食べれませんでしたというところで、一旦諦めてまずは山頂を目指していこうじゃないかというところでございます。あー食べたかったね。まあまあまあ、でもまだまだチャンスは何かしらあるはずだから、ね、はい、でもあるし、そうそう、帰りによるっていうこともできる。できる。おお、すごい、はい、わ川崎だったり武蔵小杉だったりが、池袋とかスカイツリーまで天気が良ければ見える。あれ東京の街並みか。さーて中腹まで来ましたから、うん、とはもう山頂に向けて待って歩を進めると、この先に男坂、女坂みたいなのがあるっていうことか。多分そのはず。じゃあ、お土産屋さんがありました。ここ開いてました。はい。パタゴニアの偽物とかさ、ノースフェイスの偽物みたいなのが結構ありましたね。ギャグお土産ですね。これいいですね、杖。ちょっと必要かもって思っちゃうね。あれが猿園？あれが猿園ですね。正面に猿園がございます。あそこに上がった。どんな感じなんでしょう ね。でも前で長野の方とか行った、普通におるからな。野生の猿がな、街中おったもんな。渋温泉行った、普通におるからな。うん、
淡路島を思い出しますね、こういうのを見ると。淡路にはモンキーパークみたいなのがありましてね。確かにね。あ、出た、タコ杉がもうすぐあるのかもしれませんよ。足、なんかこう根っこがタコの足のようにこうね、うわーとなってる有名な名所ですね。ですね、タコ供養碑ですね。タコリホニャン。これですか。これですね、タコ杉。はい、タコ杉これ触ると何なんですかね。海運引っ張りだこ。オッケー、回しとけいみって書いてあるやつ、回しとけいみ。回らんかった。上は回らんかった。固定されてました。定型でした。壊したりかみ。よし、じゃあ登るぞ。薬王院が見えてきました。立派なもん。あ、なんかいいですね。この辺やと深夜も電気ついてるんでしょ。ああ、うん、さっきの急登のところらへんがヘッドライト必要。そうだね。耳って書いてるよ。お、耳だ。耳が良くなる。6本だから6つあるのかもしれんな。耳殺傷禁断。そんなところでちっちゃい蛇死んでたって笑ってたらあかんの。でも殺傷はしてないからね。勝手に死んでただけや。いつもそうやから。勝手に死んどん。薬王院まで徒歩約8分です。本拠点来ました。男坂、女坂。男坂は108段ぐらいの階段で、女坂は割と緩やかな坂。まあ坂かな。坂行きましょう。階段はやられるからな。みよさん溜まっちゃう。はい。なんかあんま意識してない。3つ目やけど、ほんまに6ついけんのかな。途中あんまり意識せず行ってしまったから。なんか逆に悪いとかみたいな。逃してそうやねんけど。丸か×か。×マッサージをしてるときもふわふわした気持ちになるから。またお店が出てきた。ごま団子って書いてるけど、焼いてたりするんやろか。電気ついたってことでした。だったら食べたいかも。食べたいですね。下登ったところの団子屋さんってこれのことかな。なるほどね。やってそうじゃない。やってそうかもしれない。食べる。今まさに行きましょう。団子三兄弟。お団子団子嬉しい。食べれないと思ってたからね。ね。やったね。調子系やな。団子三兄弟。分配血液やが。これがね、分配血液だんだんだんで。くしさだんだん。金ごまの醤油と黒ごまの味噌。味噌。ありました。あ、じゃあいただきまーす。あが。うん。うまい。おいしいです。香ばしい。ふうふう、すごい食感がもちもち。いいですね。うん。